はい、こんにちは、MB です。はい、こんにちは、まだめです。というわけで今日は、はい、JW アンダーソンユニクロのコラボレーションありましたね。ありました。あれの総括をやっていこうと思います。前回は一つ一つどんな感じだったのかな、はい、みたいなことを思い出しながら、お話ししていこうと思います。はい、前編は MB チャンネルの方で、後編はまとめチャンネルの方で配信しますので、概要欄の方から続き、ぜひチェックしてみてください。ください。ではまず行ってみましょう。はい。ではまず何からいきますか。アウターからいきますか。アウターからいこうか。ダブルフェイスシングルコート。まあ硬いよね。硬い、手堅いアイテムでしたね。手堅い、置きに来た感じではありました。ロング丈の、はい、まあ普通のステンカラーコートで、はい、まあ膝丈ぐらいまであるっていうのがすごい特徴的だったよね。はいはい、ね、ちょっとシルエット攻めてきた感じですね。そうですね。まあ、通常ラインと比べればっていう意味ですけど、あとはベルテッドってところかな。そうですね。ベルテッドでしたね。結構太めのベルトになっていて、まあなかなかそれがアクセントにもなっていて良かったんじゃないかなと思うんですけど、はい、もうちょっと良かったら良かったなみたいな。まあすごく良かったんですけど。まあそれ俺メルマガにも書いたんだけど、あ、はいはい、もうちょっと高くていいから、素材もうちょっとだけ。でもレディースの方はもうその完全にその感じでしたね。そうだよね。あれをレベル上げた感じ、レディースの方。なんでメンズはそれやらないのかい。いやー、まあいつもそうですよね。まあ、いつもそうなんですよね。レディースの方の素材は全然文句なしで、形も綺麗で本当にすごく良かったです。でも正直確かに安いは安いんだよ。安いっすよね。あの感じで、あの感じで12,000円ぐらいでしょ。12,900円とかだったかな。まあそしたら文句言うのもかわいそうだからっていう。そうなんだよね。そんなんできないですもんね。できないよ。僕たちがやろうと思ってもできるないから、それはまあ確かにすごいなと思うけど。でもっと求めちゃうみたいな感じになってますよね。そうだね。でもあれで12,900円であのぐらいの素材感ってことは、はい、じゃあ18,000円とかだったらどうなるんだろうとかちょっと思うから。うん、すごいですよね。なんかね、もうちょっとやっていただけると一番嬉しいんだけど、まあどうなんだろうね。あと JW アンダーソン本当にデザインしてるっていうぐらい。まあ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 、まあ。すっごいシンプルだったもんね。まあでも前からそんなのいっぱいありますよね。だってアンダーソンってああいうデザインするかなーみたいな。まあ全然違うといえば違いますね。全然違うといえば違うよね。はい、その辺はまああるんだけど、まあいいアイテムであることは間違いないですね。はい、使いやすいですよね。うん、使いやすいと思います。いいアイテムでした。では次。次はですね、ダブルフェイスダッフルコート。あーいや、ダッフルとしての出来はすごいいいんですよ。はい。で、おしゃれに着こなすことも多分できる、多分というかできると思います。はい、で、僕実際メルマガの中でコーディネート例も出したけど、そうなんですね。結構評判良かった。うん。なんだけど、はい、まあ、難しいよね。難しい。ダッフルってね。難しいです。どうしてもダサく見えない。まあ、なかなか難しいですよね。そうだよね。なんかこう学生みたいなさ、感じに見られちゃう。まあ、イメージもあるし、うん、形もな、本当に、使いやすいような形にしてくれないと、なかなか肩も張りやすいし難しいなっていう。そう。いくつかポイントあるんだけど、はい、今回のダッフルってちょっとフリースみたいな素材感だったじゃないですか。そうですね。はい、高級感がちょっと足りないので、学生っぽく見えちゃうっていうところ。だから素材をもっとこう、いい素材にしてくれるというか、はい、いいっていうか、まあ、ウールライクな素材にしてくれれば、クリアできたかもしれないっていうのと、はい、あとは、デザインがすっごいシンプルっていうかスタンダードすぎたっていうところ、はい、だからロング丈にするとか、はい、なんかこのボタン、トグルのボタンとかをちょっとこうなんか変えるとか、はい、何かがあったら、ほんとおしゃれ着としての見られ方とになるから、比較的合わせやすかったのかなっていうところかな、うん、その辺がもし変わってたりすると、本当に普通の服に、いつも着てる服にバサッと羽織るだけで、かっこよくなりますよって言えたかもしれないけど、ちょっと難しかったですね。ちょっと着こなし考えないと、おしゃれに見、おしゃれなのか、それとも、これはお母さんが買ってきたダッフルコートなのか、みたいな風に、見られかねないところではあったよね。アイテムでしたね、うん。まあ個人的には好きですけどね。なるほど。うん。次行きたいと思います。はい。モッツコート。モッツコートどうですか？なんか、最初の事前情報の写真を見たイメージとは、はい、思ったよりはなんかまあまあ素材良かったなって思って。そうだね。素材良かったよね。形がちょっとなっていうのと、まあちょっとまあ着こなしにくいなっていうのもあるし。モッツにしては着丈短いしね。結構短いですね。なかなか。モッツなのにボタン出てたよね。そうですね。そうだよね。なんかモッツと何なんだろうみたいな感じではあったけど。そうなんですよね。そうなんですよ。モッツってやっぱりこうドカッと長くて、体隠してくれるから、ぽく見えるんであって。ぽく見える。しかもでもフードがあるから顔もちっちゃく見えるみたいな。バランスも取りやすいみたいな。それがね、いいとこ。なんだけど、まあでも今回多分ドッキングなんだよね。そうですね。ステッカーとかとのドッキングで考えてこうデザインされてるんだと思うから、ね、もちろんそれはすごい面白いと思うけど、おしゃれじゃない人というか初心者がパッと来てパッと様になるかって言われると、うん、結構難しいところなのかなと思って、うん。持つってもっと簡単なアイテムだったはずなのになみたいな感じでした。そうだよね。まあそのあの切り替えの持つとか結構好きっちゃ好きなんだけど。はい。万人におすすめはできないかなっていうところだよね。です。では続きましてシャツ。
はい、エクストラファインコットンブロードオーバーサイズシャツ。これはまあ前からあったやつですね。それはまあ新作っていうか、そうだね、はい、前からあったやつなんで、まあユニクロの名作、はい、名作ですね。エクストラファインコットンブロードをオーバーサイズにしましたっていうアイテムなんで、かなり良かったですね。良かったですね。すごい好きです、これは。いいと思います。かなりいいアイテム。まあもうそんな感じですかね、これは前からあるんで、はい、続きましてファインクロスストライプシャツ。あ、俺結構好き、これ。これいいですよね。ちょっとビジネス寄りの素材だけど、そう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 、イージーケアの、イージーケアで使いやすい機能素材なんですけど、ちょっとあの柄でね、そう、柄がね、クレイジーパターンになっていて、カジュアルになっていて、そのクレイジーもちょっといつもより使いやすいようなクレイジーになってて、 そんなに激しくないんで、そうなんですよ、ちょうどいいバランスだなと思いました。これはファインクロスのやつって、あのビジネス用のカッターシャツとして展開してるから、はい、それを日常着用に使うと本当にやっぱビジネス感が出ちゃって、はい、なんか変なんだけど、今回のやつは柄使いだったりとか、はい、シルエット微妙に調整してくれたりしてたから、すごくこう使いやすい、すごいいいバランスのアイテムだなと思った。いい素材がビジネス用に見えない、うん、カジュアル用でちゃんとイージーケアでいいアイテムだったと思います。非常に好きです。柄が好みだったらかなり買った方がいいんじゃないかなっていうアイテムでしたね。あのストライプ柄がね、そうだよね、まあ、好みはあると思います。はい、続きましてフランネルチェックシャツ。フランネルチェックシャツ、これちょっとどんなんだったっけ。あ、あったね。あの、オレンジ色が差し色になってるやつでしょ。これはね、意外と好きでした。僕も意外と好きです。かなり好きだったかも、これ。フランネルチェックシャツ。可愛いと思う。よかった。素材感もいいしね。素材感も良くて、発色も良くて、柄も良くて。もう見た目が単純に気に入ったなっていうアイテムでしたね。っていうか、ユニクロが作るネルシャツって意外といいのよ、実は。いいの多いですよね。いいの多いんだよ。なんかアメリカンな感じがあんまりしないで。はい、品がいいんだよね、襟もちっちゃくてさ。本当にそう。機能感もそこまでなくて。なんかデザインはシンプルに作ってくれてるんで、ディテールとか。だから、その、柄とかでカジュアルに見えるんですけど、その他の要素でしっかり大人っぽく。そうそう。その他の要素で大人っぽくしてくれて、ちょっと着やすくなってるっていいなって思ってます。でも裏話なんだけどさ、はい、ネップがついてるネルシャツとか、はいはい、やっぱかっこいいじゃん。はい、ネップ付きの、ネップって毛玉ね、はい。毛玉付きのなんかネルシャツとか、よくやってんじゃん、ハイブランドとかもさ、はいはいはい、グッチとかもやってるけど。やってますね。めちゃめちゃああいう表現ってかっこいいと思うし、はい、あれでこうちゃんとした素材でちゃんとした形で古着じゃないっていうのって、すごいいい外しになってかっこいいと思ってて、はい、で、ユニクロさんもそれ認識してて、はい、ネップ付きのネルシャツすごい作りたいんだって。はいはいはい、でも、やっぱり作れないんだ。フレームになるから。あ、なるほど。なるほど。毛玉じゃないかとか。確かになりますね。それはなりますね。だからネイルシャツも紐をつけすぎると、はい、時に紐をしてた方がかっこよかったりもするじゃん。柄とかによってはさ。はい、すっごい紐をさせたりとかすると、うん、やっぱりこう毛羽立ちがとか言われるから、はいはいはい、その辺の制約ってのはすごいあるみたいだね。ああ、やっぱそうなんですね。そう。僕たちもありますよね。キリッコートキリッパとかにして販売するとちょっと。そう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 。クレームがすごくなってしまったりとか。そうそうそう。俺こんなにほつれてるもの着れないから返品させてくれみたいな。そういうのはある、ね。あるけど。だからなかなか難しいですよね。やりたいけどみたいな。うん、洋服の難しいとこだよね。どっからどこまで加工で、うん、どっからどこまでが、そのね、その本人にとって、そのいいのか悪いのかっていうのは、境界線は、人によってま違うわけだから、それはすごい難しいところだよね。古着とかもそうですよね。僕たちちょっとダメージ入ってるの好きだったりしますけど、そのまま販売するとちょっと、なんでこの不良品じゃんみたいな、うん、なってしまったりとか。そう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 。なかなか難しいな。難しいところではありますね。続きまして、グッズ。バックパック行きましょうか。バックパック、ね、ちょっとなんか。あー、クラシックなバックパックね。ちょっとびっくりしたアイテムでもありまして。こんなんやってくるんだみたいな。そうだね、はい。なんかこのガソリンスタンド、天井やばいな。ボロボロ。ボロボロだ。すごい。崩れ落ちて崩れ落ちそう。はい、そのバックパック、あの、キャンバスとレザーの組み合わせですね。のバックパックでしたね。レトロな感じの。あれはいいんじゃないですか、すごく。個人的には結構好きよ。いやー。好みじゃなかった。まあ、好みはすっごいあるね、あれ。あれ、ダメな人はダメだよね。好みでもないし、おすすめもしにくいし。まあ、おすすめはしにくいです、ね。でも、3990円だったかな。で、あんなの作れるのやばいなとは思いました。そう、3990円でチャレンジするんだったらいいんじゃないとは思うけど。すごいなとは思う。なんか地味じゃん、みんな、冬のスタイルって。まあ、そうですね。あそこにああいうのつけたりするとね、かっこいいはかっこいいから。うん、まあ、でもレザーも使っててさ。すごいですよね。そう、高級感もあるし。後ろにもレザーの合皮だけどパッチとかつけてたりとか。そう、で、ヴィンテージとかさ、ああいうバッグあるけど、実際使おうと思うとめんどくさいんだよね、うん、ベルトが。ベルトいちいち外して、みたいな。使えないですよね。使えないから、うん。でもそれがあれマグネット式になってるから、ワンタッチで外れるっていうのは本当にすごいと思う。しかも横からサイドファスナーでやれるんで、そこもやんなくても収納もできるっていう、横からやれるってのもいいですよね。便利ですよ。便利なアイテム。はい。まあ、ちょっと好みはあると思います、確かに。うん、続きまして、ソックス。ソックス。はい。まあ、ソックスはまあ、あのネップのソックスいいよね。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいよね。めちゃくちゃいい。もう、あれでも絶対買ってほしいってぐらいいいです。でもソックスはなんか、
なんか、いいけど、あれ分かりにくい。それこそネップだから分かりにくくない？分かんないですよね。でも、あれはすごくいいと思うな。ミックス紙っていうかね、あれ。そう、ネップっぽくな、ね、まあ、ネップですよね。まあ、ネップじゃネップか。いや、あれすごくいいと思う。グレーとかなら特に使いやすいし、まあ、色入ってるのも外しとしてすごくいいし。赤とか意外と可愛かったよ。まあ、黒の革靴とかに赤とかいいですよね。そうそうそう、可愛いよね。これからクリスマスシーズンにどうですか？赤のソックスとかね。赤のソックス。いいと思います。ガラソックスどこで買えばいいか分かんないじゃないですか。確かにね。まあ、ここで買っとくのすごいいいなと思って、もうすごくおすすめしてます、僕は。まあ、シックストックス一択だもんね、うん、今は。まあ、まあ、今や世の中では。まあ、シックストックス身のあるやつとかもういろんなブランドがやってるぐらい。そうだね。まあ、いろいろマルコモンドとか、まあ、いろいろハッピーソックスとかいろいろありますけど、なかなか選ぶの難しいし、値段も高いし、確かに。ここで買っとくのいいんじゃないかなと思います。確かに、おすすめできます、はい。マルチボーダーのやつも好きです、僕は。ああ、あれも結構好みの人多いですよね。はい、かわいいです。続きまして、ウールブレンド、ブラッシュドマフラー。あれ最高ですね。まあ、安すぎる。はい、安いです。1500円ってありえない。ありえないと思うんですよね、1500円って。風合いなんかもうモヘアじゃん。あれ、いくらで作ったら1500円で販売することができる？どうなんだろうね。ありえないですよね。でもさ、ユニクロの原価率って10何パーとかでしょ？いや、30何パーとかじゃないですか。あ、そうなの？ 30 何パーぐらいだと思います。そんなにあんの？はい。30何パーで、じゃあ仮に作ったとして？もう500円いかない。嘘でしょ？どこで作ってんの？わかんない。あれ、ウール入ってたよね。入ってます。すごい。長いしさ。長いしね。意味わかんないです。で、モヘアみたいな風合いになっててさ。あら、意味わかんないよ。意味わかんないよ。だから、ジルサンダーとか、あの、アクネとか、あの手の、あの、モヘアマフラーって今年結構トレンドで。そうですね。そう、しかも、オーバーももちろん続いてるんだけど、はい、細長のモヘアマフラーって結構多いのよね。はい、じゃあ、俺たち何してきたのって話になっちゃうじゃん。アクネとかさ、ジルサンダーとかさ。すごいよなぁ。すごいよ、あれ。でもあの、細長のマフラーちょっと巻くの難しくないですか？まぁ、あ、ちょっとあの、巻き方が必要ですね。そこまでしっかり覚えないとっていうのがあるから。それはあります。だから MV チャンネルでは巻き方まで 言っといたけど、それがわからないとこれどうしたらいいんだってなっちゃうわ、ね。僕ちょっとすごい悩んで、でも YouTube ってやっぱ映像見ないで聞いてるだけの層もすごい多いじゃないですか。多いね、多いね。だからなんか伝わらないかなと思って、なんかおすすめするかすごい悩んだって言われてました。ああ、なるほど。事故る可能性もあるなと思って。まあね、まあね、確かにそれはそうだよね。それちょっと難しかったな。で、物はいいなって思いました。物はいいです。すごくおすすめです。今からでも。で、これから、ここからは、はい、後編でまとめチャンネルの方に繋ぐんですけれども、はい、個人的なおすすめとしてはですね、はい、レディースのパンツと、はい、あとスフレヤンのニット。はい、めっちゃ良かったですね。ちょっとその辺は、はい、あの、超おすすめです。はい、パンツ特にね、ワイドシルエットなんですよ。あの、ストライプのやつも、うん、スプレーヤーのニットパンツも、うん、レディースワイドシルエットでメンズが履いても全然 OK なんで、はい、ちょっとワイドに挑戦したいっていう人は値段も手頃だし、うん、試してみてもいいかもしれない。はい、で、スプレーヤーのニットは、上下セットでも着れるのね、はい、レディースだと。で、それメンズが着ても全然おかしくないんで、はい、ちょっとパジャマっぽくなるんで、はい、なんかこう、ハットかぶったりとか、うん、革靴合わせたりとかっていう工夫は必要だと思うけど、はい、でも個人的には最近もうそればっかり、近所行くときはスプレーヤーのニットの上下ばっかり着てる。確かに、もう着心地もいいし、すごくいいですよね。そう、ただね、最近ちょっと乾燥してきて、パリパリ言うようになってきたけど。長時間っていうか、まあ、長期間か。使ってるとそうなってくる。そうだね。なるほど。まあ、その辺だけちょっと気になりますけど、それ以外は完璧なんで、ちょっとレディースの方もチェックしてもらえると、いいかなというふうに思います。今回、アンダーソン、レディースいいのたくさんありましたね。ありましたね。どちらかというとレディースだったね、うん、今回は、ね。レディース、僕も自分のチャンネルだとレディースを押してました。だよね。はい、ということで、はい、こんなところですかね。はい、じゃあ続きはですね、後編まとめチャンネルの方で配信しますので、はい、概要欄の方からご覧ください。すっかり暗くなってしまいました。ここ実は千葉なんですけど。千葉です。はい。また概要欄の方から後編お願いします。お願いします。はい、MV チャンネル普段ファッションロジック豆知識商品紹介などの行っておりますが、美容の話やビジネスの話など男性を総合的にサポートするチャンネルとなっておりますので、うん、チャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。MVでした。バイバイ。まとめでした。バイバイ。